ストーンが塔の中に封印されているために塔を中心にこの森全体がいつも夜になってしまっているんだわ。マナストーンにはそんな力があるの？ところで先ほどの死を喰らう男はどこに消えたんでしょうか？確かに塔の中に入っていったのに。あの男すごく邪悪な気配がしたよ。でも今はもうそれも感じられない。もうこの辺りにはいないんじゃないかしら。そう、あの人もマナの剣を狙っていたわね。ローラントに攻めてきたナバールも魔法王国アルテナもみんなが争って聖域への扉を開こうとしている。フェアリーさんが言ってたように、このままではますます世界からマナが少なくなっていってしまいます。私たちも急ぎましょう。残された精霊さんはあと一つね。そうね、残っているのは火の精霊のドリアードだけよ。英雄王様がおっしゃっていたランプバナの森のどこかにいるというリオール村の妖精王様を探しに行きましょう。
だぜ。皆さん力を合わせて頑張りましょう。いい調子。時間を取られてしまいました。先を急ぎましょう。皆さん力を合わせて頑張りましょう。何としたまずはランプバナの森にあるエルフの国ディオールを探しましょう。もうすぐ精霊が全員揃うのよね。
私の力でなんとかできそうですよ。なぜこんなところに？おや、これは皆さん。シャルロットはおじいちゃんの病気を治すためにディオールに行く途中でち。皆さんが白杖にもシャルロットを置いていってしまったので、波乱万丈の冒険の末、やっとここまでたどり着いたんでち。そうだったの。ごめんね。わかればいいんでち。解放に乗るという命がけの大冒険だったんでちから。それってもしかしてマイアまで定期船で渡ってボンボヤジの大砲に乗っただけってこと？うままあそうとも言うでち。それはともかく、あんたさんたちこそこんなところで何うろうろしてんでちか。これからエルフの村ディオールを探しに行くところよ。きっとあんたさんたちはたどり着けないでち。シャルロットはおじいちゃんからちゃんとこの森の秘密を教えてもらったでちからね。それは何なの？へへー、教えてなんかやんないでち。
植物が生えてるな。もしやあれがランプ花か。この森のどこかに妖精王がいるエルフの国があるんだな。雰囲気的に普通の森じゃなさそうよ。注意して進みましょう。ホーリーボール、ホーリーボール、まだまだ来る。こんなこと精霊よ、ファイヤーボール、さらに強い相手と戦える。暴れ足りないぜ。風よ、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 風よ
の敵じゃなかったな。
人間と話すことは何もない。お引き取りくだされ。妖精王様、私たちにお力をお貸しください。なんと、お前たちはフェアリーに選ばれし者だったのか。やっとミナシャンを見つけたデジ。こんなか弱い美少女を置いてけぼりにするとは、血も涙もない極悪人デジね。シャルロット、シャルロットではないか。あんた誰？そうか、無理もない。お前がこの村からウェンデルに引き取られていった頃はまだ幼すぎて何も覚えていないんだろう。ふーん、あんたさんが妖精王でちか。あ、それよりもうちのおじいちゃんが大変なんでち。妖精王のおじいちゃん、うちのおじいちゃんを助けて。光の司祭様は生徒を守る結界を張られた時に禁断の古代呪法をお使いになり、呪文にかけられた呪いによって不治の病にかかり倒れられたそうです。そうだったのか。司祭殿とは二度と関わり合いになることはないと思っていたが、リロイとシェーラがあの世で導いているのかもしれん。パパとママが？そうだよ、シャルロット。リロイとシェーラはずっとそのことで悲しんでいた。エルフと人間の恋は禁断の恋。互いに命を縮めるため、わしも光の司祭殿も二人の結婚には反対したのじゃが、リロイとシェーラは命よりも大切なものがあるとこのディオールの村に駆け落ちして結婚しよった。実に幸せそうな彼らを見て、わしは説得を諦めたのじゃ。それからしばらくしてリロイもシェーラもシャルロットが生まれるとすぐに他界した。しかし彼らは決して後悔はしていなかったよ。光の司祭殿は最後まで息子のリロイを許してやれなかった。自分を責め、償いにシャルロットを大事に育てることを誓い、この村からシャルロットを引き取っていったのじゃ。そしてわしは再びこのような悲しいことが起こらないよう、このディオールの村を人間界から隠し、エルフたちだけでひっそりと暮らしておったのじゃ。しばらくそっとしておいてやろう。司祭殿の不治の病、マナが少なくなってしまった今、おそらくこのわしにもどうすることもできん。やはりマナの剣を手に入れ、マナの女神様の復活を待ってお願いしてみるしか方法はなさそうね。妖精王様、フェアリーさんと私たちは聖域への扉を開くため各地の精霊たちを探しています。火のマナストーンの近くへはどう行けばいいでしょう？ランプバナの森の北西にマナの女神像があるはずじゃ。そこで月の精霊ルナの力を使いなさい。夜に反応するランプバナは自ら道を開くであろう。いらっしゃいますか。どんどん見てってね。
買っておいて損はないですよ。なかなかの品だな。気に入ったぜ。買っておいて損はないです。いい買い物したわ。買っておいて損はない。大事にするわね。買っておいて損はない。これ欲しかったんです。また来てください。いらっしゃいませ。さあどんどん見てってね。なかなかの品だな。買っておいて損はないですよ。いい買い物したわ。買っておいて損はない。使わせてもらいます。また来てください。子供の成長を見たかったでしょうね。さあ気を取り直してマナの女神像を目指しましょう。全滅させたようだな。行きましょう。俺一人で十分だ。マインドダウン。やめ。魔力を継続。この。
これは珍しい植物ね。でも、とってもいい香り。この辺りなのね。わかった。やってみるね。これでいいわね。お土産にこのお花一輪いただいていっていいかしら。とってもいい香りなんですもの。気に入っちゃった。